はいどうも皆さんこんにちは、ヨネアンです。今日はフェラーリ、若手2人のコンビはギャンブルというニュースについて解説していきたいと思います。2021年のカルロス・サインツ獲得を決めたフェラーリですが、シャルル・ルクレールとの若手コンビ結成はギャンブルともいえる挑戦だと言います。マティア・ピノット代表はルクレールとサインツのドライバーラインナップについてイタリアのスカイスポーツに対して次のように語っています。この期間を利用して振り返り熟考し、この結論に至ったんだ。我々は自分たちの選択に満足しているよ。カルロス・サインツは若いドライバーであり、フェラーリは過去50年間でこのような若いドライバーのラインナップを取ったことはない。我々にとってはギャンブルだが、この挑戦に挑むことを嬉しく思っている。我々は新しい時代を始めたいと思っている。彼は過去5シーズン素晴らしいレースをしており、ほとんど常に完走しチームに多くのポイントをもたらしているというニュースなんですが、まあ確かに振り返ってみるとフェラーリっていうのはあまり若手ドライバーを起用することがないチームなんですね。まあ名門ですから、ある程度他のチームで結果を残して実力が評価されているいいドライバーを乗せるっていう風な方針でずっとやってきています。ですから F1 に昇格して2年目のシャルル・ルクレールが起用されたっていうこと自体がかなりレアなことだったわけですけども、20代のドライバー2人のラインナップっていうのは1968年のクリス・エイモン25歳、それとジャッキー・イクス23歳以来の、まあ、本当に50年ぶりぐらいの、若手ドライバーコンビっていうことになるわけですね。ただまあこの1968年にこれだけ若いコンビになったっていうのも、まあ、1950年に F1 に参戦し始めて、まあ、それなりに常に上位にいたフェラーリですけども、まあ、この時期低迷してたわけですよね。だからこういう若いコンビで挑まなければならない状況になってたわけですけども、まあ、今年も確かにここ数年ちょっと低迷傾向にあるフェラーリですから、またこのままね低迷期が続いていかないかっていうのはちょっと心配な気もしますね。1968年にこの若手コンビになった後は1974年にニキ・ラウダを起用して久しぶりに優勝して、その次の年75年にラウダがチャンピオンになってるんですね。そこまでの長い低迷期を経てフェラーリは復活したわけですけど、こういう若いコンビを復活させるっていうことでまたここからしばらく低迷期に入らなければいいなという気が少ししますよね。まあ、とはいえカルロス・サインツは今年で6年目の結構若手というイメージではありますけど、実は結構経験は豊富なんですよね。ですからサインツを起用するからといって彼がフェラーリに適応できないとは思えないし、まあ、彼が結果を出せないっていうリスクも、まあ、そんなにはないと思うんですよね。若手ではあるけれど、まだ1年目2年目の若手、新人っていうような若手ではないですし、そういう意味で言うとどちらかというとフェラーリの今の一番のギャンブルっていうのは、まあ、マティア・ビノットがチーム代表で、そういうドライバーの采配とかチームのコントロールっていうことがきちんとできるんだろうかっていうところが一番のギャンブルかもしれないですよね。まあ、少なくとも2019年のセバスチャン・フェッテルとシャルル・ルクレールの2人のドライバーをうまくコントロールできたかというと決してそうは言えなかったし、その2人のドライバーをうまく采配するためにチームの戦略をうまくやれたかというと、やっぱりそこもうまくここぞという場面でビシッと決断ができなかったことも事実ですから、まあ、そういう意味で言うとビノットが一番のギャンブルかもしれません。まあ、血気盛んな若手ドライバー2人が組むとなるとちょっとリスクもあるかもしれませんけど、まあ、ルクレールはね多少そういうところもなきにしもあらずですけど、サインツは6年間 F1 やってきてそれなりに経験も豊富ですから、そういう目の前の結果にしがみついてチームオーダーを無視するとかそういうこともないでしょうし、そういう心配はないと思うんですよね。まあ、サインツは2015年に F1 デビューしてから2016年以外は、まあ、ずっとルノーのパワーユニットを使ってきているので、ルノー以外の経験があまりないっていうのは少し、まあ、心配な点ではありますけど、まあ、これもパワーユニットというものの機能の仕方とか F1 マシンの仕組みをしっかりすでに分かってるわけですから、
ルノーとフェラーリがどこが違うのかっていうことをきちんと把握できれば、すぐに適用できるんじゃないかなとは思いますね。それにシャルル・ルクレールに関しても若いですけど、彼は本当に精神的にはすごく成熟していて大人ですから、そういう単純に若手2人のコンビだから心配っていう風な一般的な20代の若者とは比べられない気はしますね。それにフェラーリとしてもルクレールを中心としたチーム作りっていうことを長期的な視野で何年も先を見据えてこれからやっていこうとしているところですから、ルクレールがきちんと結果を出してくれればチームメイトに関してはよほど遅すぎると困りますけれど、逆に早すぎても困るし、しっかりとルクレールと同等か、それより少し下ぐらいのレベルでルクレールをサポートしてくれるドライバーっていうのが一番いいわけですよね。変に自己主張しすぎるようなドライバーだと、チームの運営という意味でも、少し困ったことになりますから、そういう意味でサインツっていうのはフェラーリにとってすごくいい人選だったんだと思いますね。もう一方では今アルファロメオで走っているアントニオ・ジョビナッツィもフェラーリ系のドライバーで、今年はフェラーリの育成プログラムである FDA からは外れてるんですけれども、フェラーリとしてもまだジョビナッツィは放出はしていなくて、ジョビナッツィも一応チームのメンバーの一人であるというふうに捉えていますね。そのジョビナッツィこそフェラーリのような名門にとっては若すぎるドライバーっていうふうに言えると思いますね。去年 F1 デビュー1年目で後半戦はかなりキミライコネに近いパフォーマンスを発揮していましたし、成長もかなりしてると思います。今年2020年シーズンが始まるともっといいパフォーマンス発揮するんじゃないかと思いますけれど、ただまだ若いドライバーで、彼こそその2年の経験だけでフェラーリに乗せるというのはちょっとまだ早すぎるのかなっていうふうに感じられますよね。もちろんルクレールは2年目でフェラーリに昇格したわけですけども、F2 時代から含めて、ルクレールの場合本当に早熟というか、ドライビング能力というだけじゃなくて人間性の部分でも、非常に成熟した人ですから、その点はね、普通のドライバーとは比べられないかなと。それだけルクレールは特別な存在、特にフェラーリにとっては特別な存在だっていうことですよね。もちろんジョビナッツに対してもフェラーリはまだ放出はしていませんし、彼の今後の成長を見守りながら支援も続けていくというふうにビノット代表も語っていますから、完全にルクレールとサインツの体制でずっとやっていくとも言っていないわけですよね。その下にはまだミック・シューマッハであるとか、今年から F2 に上がってくるドライバーもたくさんいますから、フェラーリの場合はね、非常にドライバーの層が厚くなってきているので、ジョビナッチのポジションもすごく難しいところではありますけれど、まだそのジョビナッチをフェラーリに乗せるにはまだ早いっていうふうに、当然フェラーリチームとしてもアルファロメオのジョビナッチのデータを見てますから、まだまだちょっとドライバーとしてはフェラーリには早いなっていうふうに判断してるわけですよね。ですからビノット自身はこうやってルクレールとサインツのコンビは若い2人だからリスクだっていうふうには言ってますけれど、実際のところは、サインツはそんなに若いとは言い切れないし、ルクレールも精神的には非常に成熟したドライバーなんで、そんなに言うほど若くはないというか、実質的に若いドライバーのラインナップではないと思うし、ビノットが言うようにギャンブルでもないとは思いますね。はい、そんな感じでこのニュースは以上です。いいねと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。